名古屋駅の新幹線のホームでは、帰省や旅行のために大きな荷物を持った家族連れなどの姿が見られました。午前10時までの新幹線下りでは、自由席乗車率が最大 150% となりました。福岡です。おばあちゃん、おじいちゃんに早く会えるといいなと思ってます。大分の杵築まで帰ります。家族とか友達には会いたいですね。去年はどうしても実家に帰るだけだったんで。また中部国際空港でもスーツケースを持った家族連れなどの姿が多く見られました。中部国際空港の国内線は今日が出発のピークで、全日空ではおよそ5700人、日本航空ではおよそ2000人の利用が見込まれています。また高速道路は名神高速道路下り一宮インターチェンジ付近でおよそ10キロ、伊勢湾岸自動車道下り湾岸弥富インターチェンジ付近でおよそ15キロの渋滞となっています。